まあこれ病みつき的なやつなので男女ともに好きな味だと思いますよ。映えるしうまいしみたいな。いや俺はこれはもう思いついた時にやばいやつだと思いました。食べる前からこれは。さあ今回もババッとバブご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回はカルボナーラ飯です。これはもうねちょっと一度食べると病みつきになる系な、食べ物ですね。すごく簡単にできますんで作っていきたいと思います。ババッとババご飯カルボナーラ飯、材料はこちら。厚切りベーコン 80g、 にんにく1かけ、卵1個、塩少々、黒胡椒適量、オリーブオイル大さじ1、粉チーズ大さじ1、醤油適量、ご飯お茶碗1杯分。じゃあまずはですね、ニンニクを切っていきます。で今回ちょっとニンニクは焼くので、ニンニク焼くときはニンニクの芽をあったら取っていただいて、取る理由としてはニンニクの芽の方が果肉より焦げやすいので、焦げ臭くなってしまうので取るらしいです。食べちゃいけないとかそういうことではないんです。そうなんです、ニンニクの芽は食べれるんですけど焦げやすいっていうだけで、なので別に炒め物とかに使わない場合は取らなくても良いらしいです。食べたらお腹痛くなるとかいうとこではないらしい。精神なんですね。そうですね、なんか多分違った情報が回ってしまったっていう。でニンニクをスライスしていきます。僕料理を習ってないので切り方とか我流じゃないですか、よくシェフがやってるこうやって切るやつやりたいんですよね。ありますね。そう、それやってみよう。ちょっとあ、いけますね。なんかシェフこうやってやりますよね、みんなね。あ、確かにこれの方が労力使わないかも。旦那さん我流なんですね。そもそも全部我流です。で子供の頃なんか YouTube とかないじゃないですか、だから何の情報もなく親が切ってるのを見てこうやるんだなみたいなのでやってましたね。へー、はい。だから多分全然プロには及ばないですけど。でベーコンを切っていきます。でこれカルボナーラ飯なのでちょっと食べ応えを出すために大きめのダイスにカットします。これは塊がない場合は、はい、全然ペラペラのでもいいです。今回は食べ応え出すために僕は大きく切りますけれども、お好みで皆さん。はい、もうこれで準備は完了ですね。じゃあ焼いていきたいと思います。じゃあまずはベーコンから。ベーコンの油があるのでまずは油引かずに焼いていきます。これも中火ぐらいで焼いていきます。これはもうね男女ともに好きな味だと思いますよ。まあ映えるしうまいしみたいな感じになると思います。でここにニンニクを入れます。ニンニク苦手な方は玉ねぎとかに変えてもいいです。でニンニクチューブでもいいです。まあこれ病みつき的なやつなのでちょっとガツンとパンチを効かせたニンニクを使いたいと思います。これ最初にニンニク入れてしまうとベーコンに焼き目がつく前にニンニク焦げちゃうので後入れのがいいと思います。はい、こんなもんでいいと思います。じゃあ一旦あげます。でここで卵をですね焼いていきたいと思います。ザルを使って。何ですか。卵にちょっと水分があるのでこの水分をちょっと切ってあげるだけで目玉焼きが綺麗に焼けます。こういう風なですね。はいはいはい。で卵かけご飯にする時もこれ切るだけでちょっと若干濃厚になります。でこれを優しくですねフライパンに
揚げるとこういう風に綺麗な横に薄くピラッと広がらない目玉焼きができます。確かに縁の部分がもっこりしてますね、はい、そうなんです。これ水分があるとちょっとピラッと広がってしまうんですけど、洋食屋さんとかなんかこんな感じですね。あ、そうですね。で、ここにほんの少しお塩。じゃあ目玉焼きを焼いている間に仕上げに移りたいと思います。じゃあご飯の上に先ほどのベーコンとニンニクを乗せていきます。たっぷりといきましょうかね。で、ここにさらに粉チーズをビヤッといきます。もうなんとなく想像ついてますよね、皆さん。粉チーズたっぷりキーの黒胡椒一気のですよ。たっぷりめに。このぐらいいっても大丈夫です。で、仕上げにですよ。このぐらいに固まった卵乗っけますよ。乗っけちゃうわけですね。はい。で、オリーブオイルをちょっとかけて。で、醤油をかけて混ぜて食べればカルボナーラ飯の完成です。それではいただきます。まずですね、この卵黄を潰します。で、ここにお醤油をちょっとねかけます。で、混ぜます。これで生卵でもいいんですけど、やっぱちょっとね、焼くことによって白身は味を薄めないし濃厚な感じになるんですよ、これが。で、チーズとベーコンとニンニクと食べると間違いないでしょ、これもう想像しただけで。いただきます。うん、やばいですね。うん、いや、俺はこれをもう思いついた時にやばいやつだと思いました、ね、食べる前から。これは、うん、もちろんパスタのカルボナーラも美味しいですけど、やっぱ日本人ですから卵かけご飯とこのカルボナーラを合わせるっていう感じがねたまらないですね。ぜひこのねカルボナーラ飯、皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこれで終わりです。よかったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。